そういう人間関係を保ってるわけじゃないですか。構築してるでしょ。そしたらオフレコのそういうあれの中で、それをこういうことを言いましたって、それオフレコ言ったらもうそれを、それオフレコの話し合いがなくなるでしょって、それ国民の不利益でしょ。ここだけの話ですよって言ってんの、うん、もう日本も分かれんのかお前。ここだけの話で、なんでお前よそで言うの。俺と香港さんがここだけの話だけどってみんなが聞いてるやつね。そうそうそう、はいはい、ここだけの話はカズさんのここだけの話はよそで言うからね。まあ、そんなんで、はい、続きましてカズさんですね。はい、また資料採最悪の外傷というところでカズさんの記事でございますわ。11番、はいはい、よろしくお願いします。岸田さんは林さんと共に沈むのか、そんな声が永田町のあちこちから聞こえてくる。史上最悪の外務大臣、そう言ってはばからない自民党議員もいるということで、これウェルに私が書かせてもらった記事なんですけど、これで、史上最悪の外務大臣でそう、うん、自民党議員も言ってる方おられるんですか。それは多いですよ。宏池会の人でも言うぐらいですよね。うん、それは今回のやっぱり国葬儀におけるその台湾への仕打ちとか、はい、それでどう過ぎたその微中ぶりというものが、このままでは日本はやばくなる、自民党岸田政権もやばくなるっていうのはそれは思ってますから、和田さんにあえて聞かなくても思ってますから、はいはい、それでとにかくそのこの国葬儀の時に台湾を地域扱いにして、そしてこの迎賓館のそのでのその弔意ですよね。参列した国々が岸田首相に弔意を示す場から台湾を締め出すためにその条件をつけて、それのためにこの多くのその参列した国々がこの弔意を示すことができなかった。そういう、まあここでもずっと告発したやつですけど、それをやり、そしてそのことについて質問が、記者会見で質問が出たら困るからそれを質問するなっていうことをそのマスコミに根回ししたり、もうやったことがあまりにひどいので、そのことを全部書かせてもらいました。でもね、今の先ほどね、高山さんのところの話聞いてたら、うん、そのマスコミに根回しね、うん、記者にね、うん、だから根回しされた人間は、うん、こんなこと言われたとっていうのは書いたらええのにね、そういう時こそ。そういう時やで、ね、そういう時は書かなくちゃいけないわね。そしたら、私の場合はもうツイッターに書いちゃいましたけどね、その段階で、はい、もうここにもうマスコミに根回ししてるっていう段階で、代わりに私がやりました。あと関西万博もなんか台湾がどうのこうのっていうのね、はい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 、あれ和田先生、あれどないなってるんですか、その台湾をね、なんか台湾として名前はちょっとっていう風に報じられてるのありましたよね。なんかそんな、うん、これはですね、これも林外相なんですけど、要するにこの台湾というものは、これは一つの中国原則を忘れるなっていうことを常に中国がこの差し込んでくるわけでしょ、はい、そうすると台湾パビリオンというか、まあ、台湾のそのから出展したらいろいろするものがあったときに、当然台湾っていうふうに書いてないとわからないじゃないですか。はい、わかりません。それをダメだというふうにわざわざ話にならないぐらいのことをこの微中ぶりを発揮してるのが、その微中ぶりの方がちょっとあるんで、はい、ちょっとパッパッパッと言いかしてもらいます、はいはいはい、12番の記事ね、山口県幹部20人処分と、林外相講演会勧誘、幕引きは許されない、読売新聞の記事で、昨年10月の衆院選山口3区で当選した林外相の講演会入会をめぐる公職選挙法違反事件で、山口県の村岡知事は24日、幹部職員20名を訓告や厳重注意の処分にしたと発表したと。加藤先生、これどういうことですか。これは3月の記事を私が、はい、わざわざ今リツイートしたのは、はい、神戸の自民党市議が我が国の国益のため林外務大臣こそいち早く交代させるべきですとツイートした、はい、要するに話法務大臣じゃなくて、はいはいはい、林外務大臣こそいち早く交代させるべきですとツイートし話題に なってたので、はい、それで半年前のこの記事を私がリツイートして、はい、で中国問題だけでなく失態続出の林芳正氏はなぜか本来辞任すべき案件が不問に付されると、副知事辞任、そして県幹部20人処分の空前の山口県の選挙違反でも同様、メディアは本来の使命を果たせと、ということで全然出てきませんね、うん、だって副知事が、
辞任して在宅起訴されたんですよ。それで県の幹部がもう20人も処分されて、はい、なんでそれの元であるその林義正氏に何の、はい、お咎めというかその問題化されないのか、はい、おかしいでしょ。おかしいですよ、はい、はい、そのことを言ってるわけでございます、はい、まあまあどんどん出てきますわ、日本の内なる敵ということで。加藤さん、また俺ですか。加藤さんばっかりですね。あれを、はい、公明党の山口那津男代表は日本の月刊誌人民日報海外版が日中間の経済貿易文化交流促進に果たした重要な役割を高く評価し、今後も本人ってのは山口那津男さんね、山口那津男さん本人と公明党が日中の友好を深めるために強力に支援協力していくことを表明したそうだと。いつもながら同党の中国と中国共産党への忠誠ぶりには感心させられるということで、はい、これは三木慎一郎さんがこれをツイートしておりましたので、はい、もう常に祝辞、いろんなもう映像でもあるし、それで祝辞のその言葉もいろいろ出てくるんですけど、山口那津男さんのもう中国への傾倒ぶりはこの感心させられます。こちらはこのね、その、はい、この公でやられてるみたいな感じなんですけど、はい、もう一個の記事なんですけど、デイリー新潮、はい、自民党議員が警視庁マークの中国人女性に溺れて首相に紹介と、英国の公共放送 BBC が最後の中国警察の出先機関を外国で設置かと報じたが、なんとこの違法拠点は日本にも設置されている。さらに自民党の松下新平参院議員は登記されている問題の団体の常務理事である40代の中国人女性と密接な関係にある上、この団体の高級顧問という役職に就任していたというのだというところで、はい、これ、自民党の参議院議員、和田先生も参議院議員ですか。そうですね。ご存知ですか、松下さん。松下さん知ってますよ、まあ、同じ、ね、それこそ自民党内。この方宮崎、はい、宮崎ですね、はい、この記事出てましたけど、はい、なんか奥さんとももう離婚調停中とか書かれてましたけども。そうですね、はい、まあ、それについては、まあ、プライベートなことなんであれですけれども、はい、まあ、中国はいろいろな工作を当然仕掛けてきてますし、でこれ日本の国会議員はまず第一に日本の国益を考えないといけないわけで、で中国系の例えば団体の顧問だとか、これどんな国であっても、例えばロシアも相当工作はかけてきますし、ロシアですとか、まあ、アメリカ、まあ、私親台湾派ですけれども、まあ、例えば台湾であってもその団体の何かしらの顧問につくっていうのは結構その国益の面でどうなのかっていうところがあって、ですので、まあこういうふうに週刊誌がその気づいて、でそれが事実なのであれば、まあ、こういうものはどんどんその与党野党に限らず書いてもらった方がまあいいのかなというふうに思いますけれども。これ海外で警察でその、中国の方がその海外で違法なことをしている中国人を捕まえて国に送るっていうことをしてるんでしょ、うん、ほんで、この方はもうここでっていうこの40代の女性の顔も出てたりもしてるし、うん、しかもそれの顧問、高級顧問を松下さんがやってて、それでその女性とまあ深い関係にあるということでずっとそのマークをされてるわけですよね、はい、公安部がなんかね、うん、マークしてるて、それだけじゃなくてその通行証、そのこの今回のこの通行証も渡してる、はい、そしたらその通行証を渡してるのが他にもこの一帯一路の促進会の理事長にも渡してたりとか、はい、いろんなこのもうこの松下さんを使うことによっていろんな秘密の場所に出入りができるような状態になっているので、さすがに公安部の方もこれはどう過ぎているということで様々な情報が出てきている。それの一つが慎重に出たということです ね、 ねえ、これほんで首相にも紹介で、これなんかパンケーキの菅さんに紹介してるみたいですよね、うん、パンケーキの会かなんかがあって、そういうことも、うん、その中で菅さんが何を喋るかっていうのもあるじゃないですか、うんうんうん、そんなもん全部ね、うんうん、抜き取られてもうたらあかんしとか思うので、はい、これはだからこういうことを例えばデイリー新潮が出しましたと、そしてこれ昨日ひろゆき氏が
あのこの一帯一路の促進会の理事長もこれフリーパスで出入りしてますよっていうのをツイートしてましたよね、はいはい、だから今そういうことになってるのに一般メディアは全部封鎖してますよこれ、高山先生はこれこの週刊誌じゃないですか週刊誌が書くことに対して新聞はやっぱり懸念を抱くんですか新聞からいやいやいやあのね話せば長いけど、はい、短めに短めに、はい私が社会部デスクやってた時にあの、ロスの疑惑の銃弾っていうのは、うん、ありましたね、はい、あれの取っかかりがその文春とあったんですよ、はいはいはい、でまあ最初はネタ共有してたんだけどそのうち連載やるって言った時にあのうちもやると要するに週刊文春乗るよって言って、はい、で社会部動かしたんですよ、はい、で独自に、まあ、取材しながらこの情報それがその時はね各社ともねなんだお前はってその、あの新聞がね週刊誌のネタを取るのかみたいなこと言われたの、はい、ところが今はねもう全然時代が違って、ね、朝日新聞なんか一面トップでね改革後噂の真相によるとっつって、ね、おいやめてくれよみたいな検事長のその問題の時にこのそれを一面トップで出してね、これはみんなびっくりしましたよ、うん、このほらあのなんだっけ盛りかけにしたってなんだって、はい、週刊文春によるととかの平気でね新聞出して、ね、昭和50年代まではね あの新潮だけは後追いしていいみたいな不文律みたいなのがあったんだけど、はいはい、文春も含めてもうそうなってきたのが疑惑の銃弾からで、うん、それでものすごくその文春 の, そのまあ疑惑の銃弾がでかかったじゃないですか。それ以降だから昭和50だから9年60年頃からもうあの次々と後追いできるように最近はもうあのだって国会議員が週刊誌をもとに質問してるわけだから飽きませんわほんまに。それはもうやるようになりました、ね、わかりました。続きましてこれ前川喜平氏ですかね。安倍元総理殺害に悲しいとは思わなかったというね KSL ライブの記事でございます。10月25日に都内で開催された武蔵野政治塾に登壇した元文科事務次官の前川喜平氏が安倍元総理が殺害されたことについて気の毒とは思ったけど悲しいとは思わなかったと発言していたことが SNS で指摘され批判を浴びている、加藤さん、はい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 、武蔵野政治塾で前川喜平元文科事務次官が安倍元首相殺害に気の毒とは思ったけど悲しいとは思わなかったと発言し五十嵐恵里立憲都議立憲民主党の都議が笑い、はい、そして会場からも拍手と笑いが起きたと。日本の左派勢力の姿を象徴する場面、思想以前の人としての意味で多くの方に目に焼き付けてほしいということ で、はい、でこの五十嵐恵里さんというその都議が立憲の都議がですね、はい、こういう形じゃなくてその何とかの場で裁きを受けてほしかった的なことを言ったんですよね。こういう裁きではまずかったみたいなね、これ裁きと思うとんね、うん、これはすごいことを言うなと思って、それであの笑いとかそしてこのここに集まってた人たち の、 あの拍手とか、それは私たち日本人がもう目に焼き付けておかなければいけないと思ってツイートさせてもらいました。これね、ぶち切れますよ。あの、ね、うん、普段ねこういう方々はね、弱者に寄り添いとかね、はい、人の悲しみを何やと思うとんねんって苦しみをって言うてる人間が、うん、人が亡くなったんですよ、うんうん、ほんまこの民主主義の演説中にね和田先生、うん、こんなも許しがたいことや、まあ、あの国民が広く知れば国民全体が許しがたいというふうに思うでしょう、うん、でまあ前川喜平氏がやってきたことってだって自分が文科次官の時の総理大臣ですよ。でまあ意見が対立しても亡くなったっていうことであれば、それはね、そういうような思いって普通に日本人だったらなるっていうふうに思いますけれども、そうですよ本当に。まあだって文科大臣の時にね、文科事務次官の時に連れ出しバー行っちゃう人ですから、はい、もうええつないね。それで座右の銘が免住副廃の人ですから、はい、座右銘は何ですかって免住副廃もう分かれへんもん、何言ってるかも、はい、まあね、この動画なんか、消し
ってるみたいなんですけど、みんながもうツイートして広まってますけどね。はい、はいはい、続きましてトラロンニュース、はいはい、お疲れ様でしたと。門田先生、はい、どうぞ。 DHC がオリックスによって買収され、トラロンニュースが終了。時事的な問題を扱う多くの政治 YouTuber を生み出した同番組は歴史的使命を果たした。第二次安倍政権と同じ7年8ヶ月で終了というのも見事だった。地上波のタブーを破った虎ノ門ニュースが作り出した現象はもはや誰にも止められないだろうと書かせていただきました。はい、うん、この7年8ヶ月でちょうど終了したっていうのもね、はい、やっぱり DHC がオリックスに買収されたというニュースはやっぱ衝撃でしたね。はい、ね、後に分かったんですけどね、これどういう憶測、うん、僕もこれ 2,3 回出させてもらいましたけどね、うんうん、はい、ほんまにあのこの、まあ、タブーがないわね、ここね、こここれでやっぱりみんな情報を得てるって、まあ、うんうん、ね、オールドメディアがね、うん、もうあんなんやからっていうので、うんうん、で各自の先生方も自分で YouTube 解説してやってはるから、うん、まあこれまた波来るんちゃいますと思いますけどね、うんうんうん、はい、お疲れ様でしたと。素晴らしい歴史的使命を果たしたと思いますね、はい、最後奈良市、銃撃現場に記録残さぬ判断に疑問。産経新聞、奈良市内で安倍元首相が銃撃された事件の現場をめぐり、市は10月4日慰霊碑などの記念を一切残さない方針を示した。記録を残すと世論の分断を生んでしまうと説明した中川現市長の対応に疑問を抱いたというところで、皆さんのご意見を聞いて終わらせていただきます、はい、これ私コメント求められて記事にも私のコメントが出てるんですけど、はい、もうこの人、この中川市長はもうこのあらゆることでこれを残さないということで、それでいろんな人に話をしてもらって、それで幼稚園児のお母さんだなんだかんだっていろんな、そのこのどういう立場の人かわからないような人にも意見を言わせて、自分の思い通りの、はい、それでこのこれを残さないということに決めたんです。丸め込んだっていうことですか。はいはい、まあこれはあの保守系の市長があの誕生したらもうすぐ変わるだろうけど、はい、あのもうこの人の間は無理です。わかりました、はい、高山先生、これ残した方がいいですよね。もちろんですよ。で、うん、だいたいあそこをほらみんなが慰霊のために花束持ってったら、はい、持ち帰らしたんだよね、はい、あれはまたもう人間のやるこっちゃないよね、あそこまで行ったら。なんかもう何やろうなとか思います。あそこね、とにかくあの現場があって、こっち側にスターバックスがあるんだけど、それの前のあの通り結構広いですから、はい、歩道のところにこれ作れますから、はい、これはこの人が市長が降りたらすぐにっていうか、これは、はい、政治家の和田先生に頑張ってもらわな。これそうですね、まあ作らないということであれば、まず近くの私有地に我々が作るっていうようなことから始めていいと思いますけれども、はいはい、私有地やっぱりまずいでしょ、やっぱりちゃんとこういう、ね、いや、それでほら和田さん、自民党の人の持ってるその私有地が近くにあるんでしょ、あれ。あ、そうなんですか、うん、あるらしいんだけど、まあ、そこじゃなくてやっぱり私はスターバックスの前だと思いますよ。それはもうすぐそこですから、公有地でやるっていうことがまあ前提ですけれども、うん、まあそれがこの市長が堅くなであるならば、うん、私有地に作ればもうそこにどれだけの人が来るかっていうのは分かりますから、はい、分かりました、皆さんありがとうございました。